偽記者は幽霊のごとく存在しないはずの蒸気機関車が鉄道線路上を走るという怪現象、幽霊機関車などとも呼ばれる。日本に蒸気機関車が導入され、鉄道が普及し始めた明治時代に日本各地で語られていた。偽記者の話は主に狐や狸など変化能力を持つ獣の仕業とされ、それらが汽車に化けているうちに、 本物の汽車に跳ねられ、死体となって発見されるといったものが多い。民族学者、柳田国夫は著書、タヌキとデモのロジーの中で汽車に化けた無地なが、線路上で本物の列車に跳ねられる噂について考察している。柳田は論文の中で、余儀者の音という近代が作り出した新しい音響に着目し、小き洗いや砂巻きの回を例に挙げて、山中で、 説明のつかない、キーな音を聞いたときに、タヌキの仕業としたように、タヌキが音真似をして人を欺くという伝承が、偽義者の話の背後にあると述べた。民話研究家、佐々木紀前も、東大分に、偽義者の代の一文を寄せている。佐々木は発生現場とされる場所に赴き証言を集める作業を行ったが、決まって、当地の人々には、 事件の存在を否定された上、別の場所で起きた事例や、知り合いのお姉さんから聞いたなど、実際にはたどり着けない伝聞を聞かされたという。また、佐々木は、話の筋がどこでも同じで変化がない点も、指摘している。上皇通るは、偽義者の話の分布と内容の均一性について、鉄道の開通に伴う新規な噂話が、当時好んで、 階段や回帰記事を取り上げていた新聞というメディアによって短時間に広範に広まったものと推測している。偽記者の話は鉄道開通間もない頃と語られることが多いが、松谷美代子は鉄道開通後の運転手がイギリス人だった時代には、タヌキが歴史した、馬鹿下などの噂の報告がないことを指摘し、明治12年以降に汽車の運転手が日本人になったことが、 偽記者の話の誕生に関係していると推測している。東京都葛飾区亀有、検証時の無地夏化常磐線での説は。明治時代、東京都葛飾区、亀有など各地で夜遅くに記者が線路を走っていると、しばしば怪現象が起きた。記者の前方から汽笛が聞こえてきたかと思うと、その記者の走っている線路上を逆方向からこちらへ向かって、 別の汽車が走ってくる。機関士は危ない、衝突する、と慌てて急ブレーキをかけるが、その瞬間、あちらの汽車は突然と姿を消してしまうのである。このような怪現象が続いたあるンのこと。一人の機関士が汽車を走らせていると、普段の偽汽車が現れこちらめがけて走ってきた。機関士は、こんなものは厳格に決まっていると、ブレーキをかけずにそのまま汽車を走らせた。 衝突するかと思われたその時、や、という叫び声とともに、二席車は消え去った。翌朝にその辺りを調べたところ、汽車に惹かれた無ジナの死体が見つかった。それを見た人々は、線路を敷かれたために住所を壊された無ジナが、機関車となって、人々を馬鹿していたのだろうと噂し、この無ジナを供養するため亀有の検証寺に塚を作った。現在ではこの塚の石碑が、 検証時の境内に無地な塚の名で残されている。ありがとうございます。